こんにちは、チーフのミノです。2月28日、本日のフロンティア TV を始めます。今日は菊川玲さんや田原俊彦さんなどの誕生日ですね。今日誕生日という方は多いと思います。さて、キャンセル情報入ってきましたので、そちらをご紹介させていただきます。はい、キャンセル物件2件、テラスハウスのものが入ってきましたね。船津 2LDK、小立 2LDK のそれぞれテラスハウス物件が出ましたね。ロマン、1番館、2番館決まりましたけどね、1番館の方キャンセルになりまして、こちらが、はい、螺旋階段になっております。こちらですね。かなり賃貸物件っておしゃれですよね。ただ、ちょっとね、この階段に扉がないんで、ちょっと1階2階に、温度がですね、流れてしまう感じなんで、暖房効率はそんなに良くない、じゃないかなと思いますね。その階段の上にですね、一応シーリングのファンが回ってます。はい。で、こちらがキャンセルが出ましたので、もう即入居可能なお部屋になっておりますので、気になった方、お問い合わせといただければと思います。はい、今日ご紹介させていただいた物件はこちら。その動画はこちら、クリックで見ることができますので、気になった方はチェックしてみてはいかがでしょうか。では、本日のフロンティア TV を終了します。ご視聴ありがとうございました。